きましょう。腐った肉しかない、この家には。では腐った肉しかないね、マジで。最高。じゃあそこら辺で、いやー、小麦を拝借して、はぁ、ソラちゃんだ。ソラちゃんちゃんと鉄の装備してる。ソーちゃん、こんばんは。今他人の力で生きてます。今他人の方々の、あ、なんか叩かれてる。力で生きている最中です。えて、ちょっと待っ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 て。ソラちゃん召喚した。すごい、召喚獣、召喚獣だ。召喚の練習をしていたのか、もしかして。ここどこだ。しけむらだ、ここ。あっちだ。あれっすね。あ、ここら辺だっけ。あれ違う気がする。僕は一体、あ、でもこの奥だった気がする。僕この奥でやられた気がする。あ、ゾンビいる。ゾンビいすぎじゃない？ゾンビいすぎだし、僕の装備どこなんだろう。なんか着てるし。あ、ソラちゃんはいる。ここからグキッと落ちて、なんかここら辺で落とした気がする。あ、ソラちゃんが戦ってる。ちょ、多すぎない、ゾンビ。待って、3対1。繰り返す、このポリリズムみたいになってる。ポリリズムみたいになっとるよ。ポリリズム、リズム、リズム、リズム。うん、そう、アイドルは戦えるんだよ。あ、そらちゃんありがとう。ねえ、かっこいいね。戦えるアイドルなんだ。戦えるアイドルなんだ。拾っといてくれてる。わー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 。一個ずつさ、物出してくるソラちゃん、かわいすぎない？ボートまで返してくれてる、ちゃんと。ソラちゃん、ありがとう。